ルーア -5 アースロックはアメリカ合衆国が開発した艦載用対戦ミサイル。アメリカ海軍は初のスキャニングソナーとして QHB を開発し1948年から艦隊配備に入るとともにこれを発展させたアン SQS-4 を開発していた。1950年の時点でアン SQS-4 は QHB の倍に達する優れた 探知性能を備える見込みとなっていた当時、新世代の対戦兵器として 324mm 対戦ロケット砲の開発が進められていたが、案、SQS-4 の探知距離をもってすれば、これより、はるかに、長射程の兵器であっても、運用可能と見積もられた。このように、長距離で探知、攻撃できれば、 U-Boat-21 型のような水中高速潜水艦や長射程兵器を備えた潜水艦に対しても必ずしも追いつかずとも抗戦可能と期待された。この要請に対し、まず1953年の提案に基づき射程1500、5000ヤードの対戦ミサイルとしてラットが開発された。このように長射程での対戦兵器では発射してから着弾するまでに目標が 移動してしまい室中となる可能性があることから、弾頭は、単なる爆雷ではなく、誘導魚雷が用いられた。標準的な38口径 12.7cm 連装砲に、アームを装着して運用するか、あるいは50口径 7.6cm 連装砲と、乾燥するための簡単な連想発射機で運用することになっていた。ラット A、ラット B が順次に開発されたものの、 飛翔制度不良など深刻な技術的問題に直面し、1957年に開発中止となった。一方、1955年からは核爆雷を弾頭とするラット C の開発が着手されていたが、こちらの開発はある程度の成果を上げていた。このことからアメリカ海軍はラット C で得られた成果を基本として新技術も加味し、 核爆雷の他に単魚雷を弾頭とする対戦ミサイルの開発に着手した。ラットでは、アン、SQS-4 の探知距離とマッチする射程とされていたが、さらに長距離探知が可能なアン、SQS-23 の実用化を受けて、射程距離の延伸も図られた。これによって開発されたのがアスロックである。マーク112アスロックランチャーアスロックによる、 攻撃の流れを示したスキーマ。アスロックの玉体は、弾頭の後方に飛翔用のマーク12ロケットモーターを取り付けた構造となっている。単魚雷としては、後にマーク46も採用したほか、日本では国産の73式魚雷も用いられた。一方、マーク17各爆雷は、アメリカ海軍のみで採用され、1989年9月に、 運用を停止した。実用化当初、アスロックは、アン、s q s 2 3単身ギとトマーク111、114、水中攻撃式装置、マーク16発射装置及びアスロックミサイルによって、武器システムを構成していた。このマーク 16GMLS では、8連装の箱型発射機であるマーク112、ランチャーを採用しているが、これは、 上下一体一組の発射等四組を組み合わせた形状から、マッチボックスやペッパーボックス、日本ではボックスランチャーと称される。また三菱重工業でのライセンス生産版は74式、アスロックランチャーと称される。また、テリアミサイルシステムのマーク 10GMLS や、ターターシステムのマーク 26GMLS でも運用される。 マーク 16GMLS から発射される場合、ランチャー全体が発射方位に旋回し、発射に使われる発射塔の組が一定行角45度に起き上がって、ミサイルが発射される。ミサイルは無誘導で放物線を描いて弾道飛行する。飛翔距離は事前に入力されており、その距離を飛翔するとロケットモーターが外れてパラシュートが開き、 魚雷を減速させて水面に着水させる。着水の衝撃でパラシュートが外れ、魚雷は設定深度まで沈下した後、捜作パターンに従って目標補足運動に入る。また1980年代にはマーク 41VLS に対応した派生型としてラム -139 ベラが開発、配備された。アメリカ海軍海上自衛隊イタリア海軍。 エジプト海軍、カナダ海軍、ギリシャ海軍、スペイン海軍、タイ海軍、大韓民国海軍、台湾海軍、ドイツ海軍、トルコ海軍、パキスタン海軍、ブラジル海軍、メキシコ海軍。ありがとうございます。